絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。41、会社の廊下で毎朝絶望に襲われる。もう5年間オフィス生活に耐えてきました。最初の年は民間の保険会社で特別にひどいものでした。朝8時から夜7時、7時半、8時、8時半、まったく。僕の事務所に通じる細い廊下で僕は毎朝絶望に襲われました。僕より強い徹底した人間なら喜んで自殺していたでしょう。今ははるかに良くなって、みんな僕に優しくしてくれます。しかしそれでも十分にひどい状態で、我慢するために使わなければならない力を考えると、とても割に合いません。フェリーツェの手紙。カフカの仕事の嫌がり方は激しいですが、ではそんなにひどい会社に入ったのかというと、そうではありません。最初に入った民間の保険会社は確かに忙しかったようですが、それでも残業して8時半とか、普通なら自殺を考えるほどではないでしょう。しかもそこは1年もしないうちにさっさと辞めて、友達の父親のコネで半官半民の労働者障害保険協会に勤めます。ここは勤務時間が朝8時から午後2時まで、あとは自由なのです。とても恵まれた職場といえます。しかもカフカ自身が、みんな僕に優しくしてくれますと書いています。職場の人間関係は良かったわけです。それもカフカですら文句を言わないほどに。しかしそれでも十分にひどい状態なのです、カフカにとっては。最後までお聞きいただきありがとうございます。青空えりね、チャンネル登録よろしくお願いします。